ジョージ・ジーバージー・ラオ・シンディアは、北、インド、シンディア家の当主及び、クワーリアル・ハン王国の君主。単に、ジーバージー・ラオ・シンディアとも呼ばれる。ジーバージー・ラオのコイン1916年6月26日、ジョージ・ジーバージー・ラオ・シンディアは、シンディアや当主であり、反王のマード・ラオ・シンディア2世の息子として生まれた。その名の一部である、ジョージは、 当時のイギリス国王ジョージ5世にちなんで名付けられたものである。1925年6月5日、マードー・ラーオは死亡し、ジーバーチー・ラーオがその地位を継承した。1936年6月26日まで、ジーバーチー・ラーオは、摂政評議会の下で統治し、以降は自身で統治を始めた。1947年8月15日、インド・パキスタン分離独立時、 ジーバー・ジー・ラーは、帰属先をインドとし、その領土はインドへと併合された。1961年7月16日、ジーバー・ジー・ラーは、ボンベイで死亡した。ありがとうございます。